この人はきっとクロウ君の初恋の人だ。いい人ね、クロウ。僕の恋人で大学の先輩の弓原咲さんです。挨拶がしたかっただけなの。だからごゆっくりね。失礼します。何度も自殺未遂してるって噂、本当なのかも。もう先は長くないっていう話だけど。咲さん、僕は立花さんが好きですし、縛られてるかもしれませんが、あの人がいないことを時々願ったりするんです。立花さんは亡くなってませんよ。亡くなるわけがありません。咲さん、立花さんは僕のいとこなんですよ。一体何があった？なんだその妙な空気は。岩永、今のうちに栄養補給しろ。そろそろ荒神七瀬が出没する時間帯だ。私が眠っていたのは約1時間半。1時間半もあればいろいろなことができる。それはもういろいろなことが。リッカさん、こんなに急に退院ですけど、新居は見つかったんですか？決めてないわ。え？少しの間クロウの部屋にいさせ、ちゃんと家事をするわ。家事？おかえりクロウ。いえ、そのベッドだって一つしかないですし。一人暮らしだものね。リッカさんと初めてお会いした時は。クロウ、この子は良くないと思う。同感です。え？いたたまれないわ。はい、みんないたたまれませんでした。良くはないけど、まずくはないかもしれないから。じゃあ今はどうしてるの？一月前までいたって言ったわよね。一月前、正式に住む場所と仕事が決まったとうちの両親に挨拶していなくなりました。僕はそれを聞いてどうしたの？最初は何も。立花さんなりに何か考えがあるだろうからと。でも2週間後には片っ端から連絡を取り出し、私にメール1本打って消えました。クロウ君がここへ来たのもあなたに呼ばれたからじゃなく、リッカさんを探していたからなのね。ではクロウ先輩、お願いします。岩永、頼む。勝つために惜しむものはありません。全力を持って嘘をつきましょう。荒神七瀬攻略議会開会です。